皆さんこんにちは。えー、レック専任講師の運動です。それでは、えー、今回は、えー、司法書士試験の2020年合格目標、えー、直前択一過顧問絞り込み講座について、えー、ご紹介していこうと思います、えー。この講座は毎年たくさんの受験生の方に、えー、受けていただきまして、そして、えー、たくさんの合格者を輩出しております。 昨年私のクラスから1回で受かった方も、えー、この直前択一過去問絞り込み講座を受講してくださってました、えー、この講座にについいいてて簡単にご紹介をしここうと思いますこの講座はですね、えー、膨大な過去問皆さんご存知ですよね三十何年分とかいう過去問あれを直前期にですね、えー、やろうとしても正直 回せて一回二回だということだと思うんです。でも直前期というのは何度も何度も問題を繰り返していかなければならない時期だというふうに一般的に言われています。そうしますと、千問の問題をたった一回しか解けないという状態よりもですね、三百問にした上で三回解いた方が当然合格へ近づいていくんです。 じゃあ、その三分の一に問題をセレクトする。その時に、単純に年度で持って分けていくというやり方が一般的には知られています。例えば、直近十年分に絞っていくなどなどということですよねで。私はそれでもいいと思ってます。ただし、えー、近年、特にマイナー科目などでもよく言われていることですが。十五年サイクルとか、二十年サイクルで出てくる問題というのは、ないわけではないんです。そうしますと、例えば十年分で問題を絞ってしまいますと。 論点落ちをしてしまうということになるんですねまた、えー、例えばあ,ある論点例えばですよ債権譲渡の問題が、えー、一番非常によくできた問題は平成元年の問題ねであるかもしれないいわゆる非常に論点がたくさん詰まっていていわゆる両門と呼ばれる問題が必ずしも直近10年の中で出てきてるとは限らないということも言えるんですでそういったことを受けましてだったらばその一つ一つの論点でもって一番ですね両門、えー、と呼ばれる問題を年 問わず私がピックアップして、えー、合格ゾーンを編集し直していこうということをですねこの講座ではまず 行っているんですつまり例えば民法であれば93条94条95条96条意思表示の論点でもこういったあの心理留保通謀虚偽表示、えー、錯誤そして詐欺脅迫、ね、というような、えー、条文によよって論点違いますよね例えばじゃあ93条の問題だったらば平成2年の問題が一番ベストな問題じゃあそれをピックアップしてこようで94条の通謀虚偽表示だったら27年の問題が一番ベストだからそれをピックアップしてこよう。えー、そして95条だったら 何年の問題が一番ベストだといった具合にですねその一つ一つの論点で一番良問だと思われるものを私の目で持って選択して編集し直すもちろん177条の物件変動などでは一問のセレクトというわけにはいきませんから何問もセレクトをしていきますでもそれは出題数に応じてセレクトの数はもちろん変えてでちょうど問題数としては全体で約10年分ぐらいに匹敵する問題をピックアップしてくるとそういったようなことをして編集し直したものなんです。 ですから実際には合格ゾーンの抜粋ではあるんですけれどもそれを編集し直して一冊の問題集にそれぞれいたしましたですからそれだけを直前3か月に回していけば良いというね、まあ、こう分厚い合格ゾーンではなく一冊民法だったら一冊不動産投機法も一冊、ね、その一冊の問題集をとにかく回していけば良いという、ね、まずそういったものを皆さんに手に入れていただくと。 会社法に関しては18年以降しか実際には問題として機能しないと言われていると思いますですけれども実は18年よりも前の問題でも足レベルでは非常に良問として出ているものがあるんですねで会社法に関してはその18年よりも前の問題も足レベルでピックアップしまして問題を作り変えております解題してだから例えば平成2年の 何問目の足の足と平成4年の何問目の足のえで「えと平成10年の、ね、足の「なんとか」とって足レベルで5つ持ってきて1問に作り替えるというようなことをして、えー、実際には18年以降のものの中の両文にプラスしてそういった解題をしたもので18年よりも前のものも入れているということに特徴がございます。そして、えー 憲法に関しては問題数がやはりあの推論問題が多く含まれていますので推論以外の知識型問題で憲法だけは当連の問題で両門もセレクトしているということで論点落ちのないようにですね当連から問題を拾い上げているというところにも特徴がございます。でこの問題集を皆さん方に差し上げます受講料込みでこれが差し上げますのでそれをじゃあ使って全10回の講義どのように進めていくかということを次にお話ししたいと思います。 この10回の講義では実は単純に過去問を解説するということは実はいたしません。で、えー、それよりもですねこの問題からどこまで、えー、分かっていればいいのか、ね、例えばあそうですね例えばですよおちょっと今使用レジュメのものを持ってきたんですけれども例えば709条でですね、えー 709条でいわゆる責任能力というのは大体いいこちらの11歳から12歳でもって身につくというふうに712条が要求する民事の責任能力ですね709条の損害賠償責任を負わせるために必要な責任能力は大体いい11歳から12歳のになれば身につくというようなそういう問題が出題されたとする。で709条のところで責任能力の問題が出たとしてじゃあそれを単純に解説するのではなくてその問題を 問題でもしその責任能力は11歳12歳というようなのが出題されたのであればじゃあこの問題をきっかけにその自然人と年齢が問題となる箇所を全部ピックアップしていきましょうみたいなでこういうねレジュメを皆さんにお配りするんですでこのレジュメというのは実はですね受講料込みで皆さんに差し上げるんですけどあらかじめ私の方で作って、まあ、これですね年齢が問題となるものを全部ピックアップしたものなんですけれども裏がね白紙になってるんです。でこれレジュメ、えー 全部背表紙を落としていただいてこの裏みんな白紙ですからそれをこの709条の責任能力について出題された問題の間にこう挟んでいく挟むんですよこのこのレ、このレジュメをですねこう背表紙もともと背表紙を落としているペラで出してますけれども皆さんにお渡しするレジュメは背表紙を落としてでその該当する箇所にこれ挟むで挟み込んでいっていただくというようなことを進めているんですね。で 例えばあとはあこんなようなものもありますよ。えー、例えばですね、あのー、どういうふうにしましょうか。 えー、共有物に変更を加える場合には他の共有者の同意が必要である丸か×かみたいな問題が出た共有の問題があったとしますよねじゃあその問題を解いたときにじゃあ、えー、民法上他のものの同意がな必要となる場合はその他にどんなものがあるだろうかというようなことでこの民法上他のものの同意が必要となる場合の一覧表みたいなものをやっぱりレジュメの中に出てくるわけなんですそしたらこれをやはり裏側が真っ白になってますからこれをその同意が必要となる問題のところに挟んでおく そうすることによってこのお問題集を次に解いたときに嫌、えー、でもこの挟まれた表も見ざるを得なくなるわけなんですよ。 そうすするとですね一問が一問分の知識にとどまらずそのどっかの足に引っかかったですね関連論点までも網羅して潰していくことができるようになるでこの問題集を何度も何度も繰り返していく過程でその問題限りの知識だけではなくその周辺の横断整理の知識までをも習得することができるようになるそういったことを目指してもらうためのレジュメなんですすすこここれをででねいいいろんなところであのいろんんななとあありりままよ例えばこういうのもあります。 民法上のの許可を得得るることができもな例えば、えー、そうですね未成年者を養子とする場合には火災の許可が必要である「丸か×か」という問題があったそういう問題があったところにこれを挟んでおけばその民法上、ね 未成年者を養子とする場合には火災の許可が必要である丸だというふうにそれを問題を通じて習得するのみならずついでに一緒にその他火災の許可が必要なものも全部目に入れざるを得なくなるわけですね。でこの問題集を本試験までの間に3回4回5回と繰り返していく中で当然この図表挟,まり挟み込まれている図表にも目を通していけばどん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 知識というものが、えーまあ、より,より、ね、あの横断されていくことになるで。もちろん知識を広げるというの とはちょっと違いますこの図表にも本当に覚えておいてほしいもののみをピックアップしてますからいたずらに皆さんに知識をねあの拡大あの多く習得してもらうことを何て言うんですか。えー 目指しているわけではないんですですから、えー、この中でも精査してちゃんと図表の中で、ね、本当に必要なものだけをピックアップしているということではあるんですけれども、えー、問題を絞ってるからこそですね、その論点落ちのないように必要な知識が抜け落ちないようにこういった挟み込みレジュメによって、えー、補っていこうということも狙いとしておりますですから解説講義というのはその問題自体の解説をすることよりもその周辺でここまで手を広げていけばこの問題 問題をきっかけにその周囲の論点までカバーできるよというような形の解説講義になっていくというふうにお考えくださいで問題集自体はもう皆さんのとこに最初にお渡ししてますからその問題集に関しては自分でスケジュールを立てて えー、回してっていいたただきたいんですでそのスケジュールの立て方は第1回目のところでご紹介しますけれども大体、まあ、これちょっと去年のレジュメなんでちょっと去年の日付になってしまっておりますが例えば、えー、ここまでの4週間であ、まあ、例えば小学者の方は6週間で1回回しましょう次3週間で2回回しましょう次2週間で1回回しましょうで次本試験までの2週間で1回回しましょうといったような具合にこのえー 小学者の方のプランまたは中上級者の方のプランなどというふうにですね大体何月何日までのところで一回回していけばいいかというようなことをもうスケジュール管理から皆さんにお渡しお渡しというか提案をしますですからもう問題集をも持ってるわけですからご自分でこのどちらかのスケジュールに従って自分で解いていくその時のある一日の解き方のプラン例えば民法と不当法とそれから民訴と 憲法と託をやったら次の日は民法と会社消灯とそれから何やってないの民質民法とそれから司法書士法と刑法をやるとかっていうその一日複数科目で例えば民法だけは毎日やるとしても、えー、毎日6科目6科目ぐらいをやっていくじゃあその6科目6科目をやっていく中で例えば6週間でこの1回回すんだったらある1日の学習プランは民法を何問やって不当何問やって刑法を何問やってそして教託何問やって やって一、えー、日当たりのノルマは大体何問ぐらいで6週間で回っていくのか、ね、また次の日民法は毎日やるとしてじゃあ会社消灯それから憲法、えー、民訴など前日にやらなかった科目をやっていく中でやはり何問ずつやっていけば6週間で1回回るのか、ね、ある日の学習の、えー、プランなんかも具体的に皆さんにお話しします。 ですから第1回目の講義を聞いていただくことによって、えー、で問題集はもう手元にありますからもう直ちに皆さん、えー、直前期の学習プランがそれで決まるんです学習プランこれでもう、えー、フィックスですもうあとはやるだけあとはそのプランにのっとって毎日ですねもう決められたプランをただひたすらコツコツとやっていくそうやってもう3か月の勉強の段取り並びにスケジュールで皆さんを悩ませないということもこの講座の大きなコンセプトになります。ですすからもう、えー、私がスケジュールをを立ててます、えー、そして合格への道をお 線路を引きますだからそれあとはもう皆さん3か月間言われた通りにですね、えー、こなしていくと、えー、そして、えー、その過程で講義を聞いて、えー、増やすべき知識を増やし、えー、横断すべき知識を横断していくという形でとにかくもうお合格者この講座を利用して合格された方の声を聞いているととにかく3か月間もうこの通りにやればいいんだっていう安心感が凄まじかったというような声をき伺ってます。やっぱりり手探ででスケジュールを立てて本当にこれでいいんだろうかとドキドキキしながら勉強 するっていうのは非常に皆さんにとっても、まあ、神経戦というか消耗戦になりますからそれでこの方法でいいんだこのスケジュールでいいんだっていう、ね、安心感を皆さんに与えていきますのでそういったこともこの講座の最大のポイントだと思ってください。 そして、民法改正がありましたから、民法の改正点についての過去問も大きくセレクトいたします。今回、過去問のセレクトは改正点、少し多めにしますので、改正点についての最終確認としてもお使いいただきたいと思います。そして、いろいろまだわからないことが多かった、不動産登記法の民法改正からの影響点についても、さすがにこの3月の時期には分かっていますから、不動産登記法の民法改正からの影響についてもじ、実感、 時間をちゃんとかけましてお話をしていこうと思っていますので改正対策についてもこの講座で万全を期すことをお約束いたしますそれではこの直前卓越学問を絞り込み講座多くの合格者に毎年利用していただいております私も非常に愛着のある講座でもう十何年やってるかな非常にたくさんの合格者を送り出してきた自信がございます今年は改正というですね大きな あの節目がありましたので今までお取りになっていた方も問題は変わりますからぜひですね受講を検討していただくと嬉しいなと思っておりますでは今日は直前卓越学問絞り込み講座についてご紹介をさせていただきました、えー、皆さんご清聴どうもありがとうございます